宇宙物理学入門講座ということで、理論物理学者の澤山慎太郎が話します。で、まあ、とりあえず、現代物理学の四大領域を話すと、まず、基礎と物性に分かれていて、あと、理論と実験に分かれているので、基礎理論、物性理論、基礎実験、物性実験と四つに、分かれます。で、これが一応現代の物理学の四大領域でして、まあ、どれをやるか人によって異なります。で、自分は一応基礎理論にの研究者でいて、まあ、その中でも相対論をやっている研究者です。まあ、理論と実験は1対9くらいの、まあ、人口の比率であるし、基礎と実験も1対9くらいの比率なんですよね。で、実は基礎理論の学者の数は非常に少ないわけです。あと、博士の数が多いとか言われるけれども、まあ、日本では理学博士、まあ、1800人程度。でも今は2000人くらいですけど、まあ、アメリカだと9000人、フランスやドイツだと6000人いるわけです。まあ、日本だと、特に日本、理学の博士がまだ少ないですね。まあ、日本で多いのは工学と農学の博士で、文系の博士は圧倒的に少ないです。まあ、農学の博士が多いのは日本独自という感じですね。で、この基礎理論や物性理論、基礎実験、物性実験、これ説明していきます。で、基礎理論ですけども、主に聞いたこともあると思いますけども、ストリング理論や場の量子論や量子力学や相対論、こういうのを扱っています。まあ、こういうのが含まれます。で、相対論はこれだけ軸そのものを扱っています。あとの3つは粒子を扱っています。で、自分はここにいます。で、まあ、そうですね。このストリング理論や量子力学や場の量子論っていうのは、まあ、ものとは一体何だろうか、ものの最小単位は一体何だろうかっていうものを扱っていて、まあ、その原子もさらにクォークからできていて、そのクォークの振る舞いを調べるとか、そういうことをやっています。で、相対論は、まあ、軸そのものを扱っているわけですね。まあ、何ですか、その、質量があると、周りの軸が歪むんですが、それを扱っています。で、基礎実験ですけども、まあ、スーパー紙を噛んで、あと加速器。まあ、これ、日本ではスプリング8があったり、ヨーロッパではシェルンがあったりします。あと宇宙観測ですよね。ハッブル望遠鏡。あと日本だと、電波望遠鏡が優れています。で、まあ、スーパー紙を噛んでは、宇宙から飛んでくるニュートリノに質量があることが分かったり、まあ、加速器のシェルンなどでは、まあ、重い粒子があることが、まあ、要するにトップクォークなど、クォークがあることが実験で観測されたり、まあ、あとは、反粒子というものがあることが分かっています。まあ、宇宙観測では、まあ、遠方の銀河が分かったりしています。で、物性理論ですけども、これには大量の分野が入っています。まあ、例えばガラスはなぜ透明なのかということを理論物理学、学を使って言うことができます。まあ、米沢先生とかがその、まあ、有名な人で、まあ、ガラスは太陽光を吸収しないから透明という説明で、高校生でいいけども、大学生には高度な説明が求められます。まあ、ブリリアントゾーンっていうものがあって、物性理論では。まあ、それで、何ですかね、太陽光を吸収しないようなゾーンがあるということですね。あとはレーザーの理論などが入っています。また、物の振動を扱う、そういうようなものもあります。まあ、物の振動のことを炎とか言いますね。で、物性実験ですけども、これにも大量の分野が入っています。例えば、物質に電流を流すなど、まあ、こういう初動的な実験ですよね。あとはレーザーの実験など、まあ、あと超低温の実験、まあ、こういうのも含まれています。まあ、こういうのは、まあ、理論でもあるんですけども、実験でもあります。
で、二大基礎理論をちょっと話しますけども、物理の二大基礎になってる理論ですけども、まず量子力学と一般相対性理論です。で、量子力学の基本的な方程式は、シュレーディンガー方程式といって、まあ、このように、マイナス IH バーの、ラウンドラウンド T、ファイイコール、マイナス2分の1、ラプラスの、ファイプラス、U ファイです。で、アインシュタイン方程式は、RAB 引く2分の1 GAB、R イコール TAB。まあ、このようになってて、まあ、この2つが、まあ、宇宙そのものを支配している。そのようになっています。それで、宇宙には4つの力というものがあります。これはよく有名な話なんですけども、宇宙に存在する力は4つしかないわけです。例えば、電磁力と弱い力、強い力、重力。まあ、この4つしかありません。で、まあ、人間が指で物を押すとか、そういうのは、基本的に電磁力から来ているわけです。で、まあ、この中で初めの3つは量子力学で、の、まあ、いや、その応用で、延長で扱えるわけです。まあ、重力だけで相対論で扱っています。まあ、重力というのは、まあ、何ですかね。時空の歪みによって生じる力なんで、ちょっと違います。で、弱い力と強い力は、極小の世界でしか観測されないから、日常ではわからないものですね。で、弱い力というのは基本的に、まあ、軽い粒子に働く力で、強い力は重い粒子に働く力です。で、電磁力と弱い力は統一されていて、まあ、電弱統一理論と言われています。この4つの力を統一しようという動きがあって、まあ、あります。まあ、そういうのは大統一理論と言いますね。まあ、ただ、統一しようと言われてきたけれども、実は宇宙の理論は、まあ、量子力学と相対の2つあるのかも、と知れない、あるかも、と思うようになりました。まあ、主にストリング理論の人は、まあ、重力のことをグラビトンという粒子で扱って、まあ、統一理論を作ろうとしています。まあ、まあ、ただ自分はそういうのには、まあ、あまり賛成する立場ではないですけども。で、量子力学ですが、物質とは何だろうかと極限まで追求する学問で、そのようにストリング理論などがあります。まあ、要するに、原子というものは、陽子、中性子、あと電子から主になってますが、まあその、さらにその陽子はクォークからなってるわけです。まあそういう振る舞いを調べる、まあどういう相互作用するのかなど、どういう時間発展をするのかなど、まあそういうものを調べるんですけども、まあそういうのは量子力学とか、あと、バの量子論と呼ばれる分野です。で、実は物質っていうものは、波の性質と粒子の性質の二つを持っていて、量子の二面性と呼ばれています。まあ電子などは、球というイメージ、まあそれは普通の一般的なイメージですけども、あれは間違いでして、波になっています。で、二乗すると確率分布になる波になっている。まあそういうものです。量子力学は簡単に言ってしまえば。で、相対論ですが、時空とは何だろうかと極限まで考える学問でして、まあ相対論、まあ要するに、質量によって時空そのものが歪む、あとは時空そのものの時間発展を考えるなど、まあ、そのようなことをやってますが、相対論には2個あって、特殊相対性理論と一般相対性理論の2つがありますが、学者が言うときには、まあ一般相対性理論のことを言います。特殊相対性理論は高校生でも理解できるほど、まあ簡単でして、まあ、もし高校生で興味があれば、佐藤勝彦先生などの相対性理論の本を読むことをお勧めします。で、実は物理学の世界では軸そのものを、まあ、扱ってます。まあ、軸そのものを扱えるんですかって言われれば扱うことができます。で、まあ、現代物理学はちょっと哲学っぽいところもカバーしてて、まあ、古典的な哲学的テーマは、量子力学で答えることができます。例えば、存在とは何だろうかとか、
そういう問いに関して量式理解や相対論では数式で答えることがまあできるようになっています。まあでもそれはすごい重要というわけでもないんですけども、まあ、あとは時間とは何だろうかとか空間とは何だろうかという問いに対して相対論は答えることができます。ただまあそれはあまり重要ではないんですけども、まあ重要ではないと自分は思っているんですけども、そういうことをやっている学者もいます。で、自分の研究分野ですけども、例えば自分はブラックホールの消滅問題というものを解決して2006年に認められたんですけども、まあ、この問題、ホーキング、有名な物理理論物理学者のホーキング先生が1975年にブラックホールは、まあ、消滅するかもと言っていたんですけども、まあ、本当に消滅するかどうかは、わからなかったわけです。まあ、しかし自分が、まあ、2006年に最終的に証明すると、まあ、これ理論物理学で数式を使って証明したわけですよね。それが認められて、博士号 をもらったわけです。まあ、あとは宇宙がどうやってできたんだろうかという問いに答えるために、量子重力という量子力学と相対論を組み合わせた学問の研究をやっていたりしました。まあ、まあ、最近はちょっとやってないですけど、最近だと、この研究は日本では自分一人くらいがやっていた、まあ結構マイナーな研究ですね。で、相対論は宇宙の研究でして、まあ自分は相対論の研究者のね、その最先端の話題を話そうと思ってます。あとは宇宙物理に関しても話そうと思ってます。以降は宇宙論の話をしたいと思っています。まあ、相対論は難しすぎるわけです。で、以降は宇宙論の話を主にメインにしていくんですけども、まあ、宇宙誕生から消滅までということですけども、まあ、ここに書いてありますが、宇宙の始まりがあって、まあ、宇宙、ビッグバン、インフレーションがあって、ビッグバンがあって、まあ、宇宙の晴れ上がりがあって、それ、あと、ガスの時代というのがあって、それが暗黒時代と言われます。で、かなり、かなり、宇宙誕生から1000万年後くらいに、まあ、初期の銀河が形成されて、まあ、それのほど、クエーサーとか言ってますね。で、だいたい今は、130億年後くらいの、宇宙が誕生してから130億年後くらいの宇宙です。で、まあ、だいたいガンマ線バーストという後で説明するもので見える観測する宇が、まあ、1億年後くらいの宇宙で、見えてる、要するに、目で見える、銀河はまあ、それほどと、昔の銀河ではないです。あとは、まあそうですね、距離と時間というのは関係していて、遠くを見るということは、過去を見るということです。例えば太陽を見るということは、太陽の光は8分前の光なので、8分前の太陽を見ているということです。まあ、なので、遠ければ遠いほど、その星から発する光が遅く、時間かかるので、遠くを見ているということです。で、宇宙は無から生まれたと言われているけど、本当かどうかはよくわかっていません。まあ、宇宙の前に宇宙があったんだという話も聞きますけども、そこら辺もまだ完全に証明されたわけではないです。で、宇宙誕生から10のマイナス35秒後にインフレーションが起こって、という、まあ、指数関数的膨張が起こって、10のマイナス33秒後にビッグバンが起こったとされています。まあ、宇宙の爆発ですよね。で、今は宇宙誕生から130億年後なんです。あと50億年後には宇宙は消滅してしまいます。遠くを見るのは過去を見ること、まあですね。で、まあ、宇宙誕生ですけれども、このように無から生まれたという説があって、まあ、
まあそのうちの前に宇宙があったという説もあります。で、まあ主に自分が前研究した量子重力の研究では、まあ無から宇宙ができたとかそのあたりで、まあその後でインフレーションが起こって、その次にビッグバンが起こったわけです。ビッグバン研究では佐藤勝彦先生が、まあ、有名というか創始者でして、なぜ宇宙誕生から10のマイナス36秒後なのわかるかっていうと、次元解析という、まあ重力定数やプランク定数や高速から、まあそういうものを求めてるわけですよね。そういうことをやってるわけです。で、宇宙消滅ですが、今から50億年後に宇宙はブラックホールだらけになります。まあやがてそのブラックホールも消滅します。つまり50億年後に宇宙の寿命は尽きます。ちなみに地球はあと40億年後に太陽に飲み込まれてしまいます。で、あと粒子と粒子は、まあ要するに時空そのものが膨張しているので、高速以上に粒子と粒子が離れていって連絡を取れなくなるわけです。その瞬間ビッグクランチと呼びます。一応これは、まあ何ですかね、その陽子と電子が回って水素原子を作ってるんですけども、空間そのものが広がるんで陽子と電子も離れてしまうということですよね。そういうのをビッグクランチと言います。で、まあ多少相対論の世界をちょっと説明しますが、まあ質量があると周りの時空が歪むわけです。まあそれで主に重力レンズなどが、まあ、観測されて有名なことです。例えば本の後ろに何かあっても、その本が非常に重かったら後ろに何か見えるわけです。まあ、例えばこの写真に重力レンズの効果が載ってますが、まあ要するにこのように真ん中に銀河があって光源があれば、それがレンズのように見えるわけです。そして光とは何だろうかという初等的な問いにも答えなきゃいけなくて、まあ、光も波であり粒子であります。まあ、高速は 3×10 の7乗メーターパーセカンドくらいで、まあ、1秒間に地球を7周半くらいするスピードです。で、まあ、宇宙空間で最も速いスピードで、まあ、人類がどんなに努力しても高速は超えることができないということが分かっています。これは特殊相対性理論から分かっています。まあ、あとは光は質量がゼロの唯一の物質でです。で、例えば高速の2分の1の速さで光を見れば、光の速さは2分の1になると思ってしまいがちですが、光の速さは実は変わりません。例えば高速の2分の1の速さで進んでいるロケットに乗って、そこから光を観測すれば、光の速さが2分の1になると思っちゃうんですけど、普通の感覚だと。それが、まあ変わらないんですよね。まあこれを高速不変の原理と言います。それが、相対論でそれが説明、まあできるというか、まあその原理にのっとって相対論を作っているわけです。あとは光にとって見ると移動しているので何も距離を動かないということがあります。まあ、距離がゼロのところを進んでいるわけです。例えば、この高速不変の原理ですが、地球の赤道に近い場所と、北極に近い場所で、一緒に、まあ、一緒にではないですけども、光の速さを測ったわけです。で、実は、赤道に近い部分の方が、高速が変化すると思われていたわけです。まあ、地球が自転しているわけです。なので、でもそういう実験を実際にやってみて、まあ、光の速さは変わらないということが分かりました。で、地球の最小単位ですけども、まあ、素粒子の研究などによると、物質には最小単位があることが、分かってます。それ、まあ、さっきから言っているように、クォークなど、そういうものですね。で、
で時空には最でもでは時空にも最小単位があるかと聞かれれば、まあ、最近の研究では あるっていうことが分かっていました。まあ、最小の面積や最小の体積があるという、まあ、話を聞きました。まあ、この研究はループ量子重力という理論によって、まあ、確かめられたわけです。まあ、これ以上分割できない面積が、これ以上分割できない体積があるということが、まあ、分かってきました。まあ、これもある程度次元解析から分かるところもあります。で、またもう少し相対論の話をしますが、ブラックホールは何だろうかということですけども、よく聞くと思いますが、一応自分などがその専門家なんですけども、まあ、何でも飲み込んで何も出さないようなものです。例えば、ちゃんとした定義で、光さえ脱出できないことが、まあ、定義になってます。まあ、自分はその定義を使っている方です。で、理論上太陽の 1.5 倍の質量を持つ恒星なら、まあ、まあ、星なら必ず最終的にブラックホールになることは分かってます。まあ、太陽はどうなるかというと、後で膨張していって最終的に燃え尽きて、白色矮星という小さな星になります。まあ、白色矮星というのは、すごい、高密度を持った天体でして、最終的にそれがずれて、スーパーノーバーというか、超新星爆発を起こすと言われていますね。で、後で宇宙のすべてはブラックホールに飲み込まれるじゃないかと思われています。で、まあ、たまに朝日新聞などがブラックホールを観測しましたという記事を書きますが、そもそも見えないものなので、観測できるわけがないです。で、まあ、ブラックホールですが、例えばこの地球の向こう側、地球の前にブラックホールがあるとすれば、地球がこのように、レンズのように、歪められてしまう。これが重力レンズの効果ですね。これあくまでもイメージ画像です。まあ、ただし、シミュレーションはされています。まあ、で、まあ、ブラックホールからはなんか、そのジェットがこのように吹き出しているという、これもシミュレーションから分かっていることです。まあ、この画像はまあ、借りてきたものですけども。で、哲学的な話題に答えるためには、まあ、実は一般向けに説明するのはかなり難しいわけですけども、存在とは何かを理解したいと思ったら、量子力学をやる必要が、まあ、あります。まあ、時空とは何かを理解したかったら、相対論をやる必要があります。まあ、今のところ簡単に説明する方法はないわけですが、あと、まず、まあ、観測とは何か、まあ、理解しないとならないようになっています。まあ、こういうのは、これも量子力学というか、量子情報理論でわかるんですけども、まあ、こういうのは全て数式で言えるようになっています。まあ、ただそういうのは好きな人も結構いるもんで、まあ、答えようとは、まあ、簡単に答えようとする人もいますね。それで、ここでちょっと宇宙論の話をしますが、インフレーションですが、インフレーション、まあ、今の宇宙は、どこから見ても、どちら側の向きを見ても、ほとんど同じように見える。そういうのを一様等法って言います。で、一様っていうのがどこから見ても同じという意味で、等法はどちらを見ても同じという意味です。まあなぜそうなっているか説明するために、宇宙が誕生してから一瞬に急膨張したという説があって、まあそれがインフレーション理論と呼ばれています。まあ指数関数的な膨張があったと言われていますが、ただ、最近これはなんか宇宙物理学の発展によってあまりインフレーション、まあそれほど重要ではないんじゃないかと言われるようになりました。特に一応等法ではないということが宇宙論から言われるようになって、それでまあこのインフレーションがまあそれほどあまり重要ではないんじゃないのかということが言われるようになりました。で、ビッグバンですが、まあ、インフレーションが、これもよく有名だと思います。ビッグバンの話は。インフレーションが起こった、次の瞬間に起こったとされています。まあ、簡単に言えば宇宙が大爆発したわけですね。で、この時に物質が生まれたわけで、
物質が生まれたんじゃないかと言われています。まあなぜ、そもそもなぜこういう理論があるかというと、宇宙の温度が低、もし低かったら、宇宙の物質は鉄や鉛になってしまう。ほとんどがそうなってしまうんですけど、実際の観測から宇宙には水素やヘリウムの軽い元素が大量にあると分かっているわけです。で、そういう軽い元素が大量にあるためには、昔の宇宙が超高温であった必要があって、だから昔は暑かったんだという、そう、まあそういう理論が生まれました。まあ佐藤勝彦さんなどが言い始めて、もう永遠とニュートンの記事を書いたりしてます。ちなみに相対論の世界には佐藤さんがもう一人いて、佐藤文隆さんという人がいて、まあそちらの方が、まあ相対論の大御所ですよね。で、そ、ちなみに宇宙が膨張すると、物質が生まれるという理論もあります。これは曲がった軸の場の量子論という理論で、まあ自分、その専門家でもあって、まあ本も書いています。で、また宇宙論の話しますが、ビッグバンの後はガスの時代があったわけです。まあ、星などが形成されずにガスに包まれてしまう時代があって、まあ、この時代ガスの妨害があるので観測できないんですね。要するに、可視光で観測する普通のハッブル望遠鏡やスバル望遠鏡がありますが、それ以上に観測、遠く遠方を観測できる電波望遠鏡がありますが、その電波望遠鏡でも電波がまあ散乱されて届かないわけです。まあ、まあ、そういうのが暗黒時代。まあ、観測できないから暗黒時代と言われています。まあ、そういう時代を、まあ、重力波というものを使えば、重力の波ですよね。それを使って観測しようという試みがありますが、まあ、実験に非常にお金がかかるので、いつ実用化されるのか全くわかりません。まあ、宇宙空間に干潮計を作るという計画がありました。まあ、LIGO という計画なんですけども、まあ、まあ今、やってるかどうかわからないです。で、初期銀河の形成ですが、ガスが溜まってくると、衝撃を繰り返して微粒子になり、石になり、岩になって、で、この石や岩が高速でぶつかるので、溶岩になって、なんかだんだん大きくなっていくわけです。で、だんだんと太陽のような恒星が作られていきます。その周りに地球のような惑星が形成されるわけです。まあこういうのは、まあ数式を使ってではなくて、まあシミュレーションから分かっています。特に宇宙の初期の頃に形成された銀河のことを初期銀河と呼ぶし、クエーサーという、まあクエーサーというのは分かんない物体なんですけども、大体クエーサーは小さなブラックホールという説もあるし、初期銀河という説もあります。まあ、ですが最近ではもう初期銀河と大体分かってきたと思います。で、非常に宇宙初期のものであるし、初期銀河かもしれないです、これは。まあ、これクエーサーの画像ですが、これも撮ってきたものです。で、それで、いろいろな銀河があります。例えば、いろいろな銀河の形があって、まあ、形がおかしいのは銀河が2つぶつかったからなどと言います。ちなみに今自分たちが住んでいる銀河のことをミルキーウェイとか天の川銀河と言いますが、銀河と銀河がもしぶつかっても、その星の密度が非常に薄いので銀河がぶつかっても大丈夫です。全部星が全部当たらずに済みます。まあこれはちょっと馬頭星雲というものです。まあ超新星爆発によって生まれたと言われていますね、これは。で、宇宙マップですが、まあ、このようにちょっとニューロン、まあ、神経細胞のようになってますが、まあ、赤く光っているものが銀河団というものです。まあ、ニューロン、脳神経のニューロン見たくなってます。これは電波望遠鏡の観測で見えています。まあ、銀河団にアベルという名前がついくようになっていますが、まあ、これ、確かアベルとカインという旧約聖書から来ていると思いました。で、まあ、宇宙の大規模構造というのは大体このようになっています。
で、地球誕生ですけども、今から46億年くらい前に、地球が誕生しました。できてすぐは、灼熱の地獄だったんですが、それが、二酸化炭素を生み出して、雨が降り、海ができるというふうに、地球冷えていくわけです。で、40億年前に生命が誕生します。人類というか、真珠は、1万2000年前から誕生しているので、まだ非常に新しいわけです。宇宙誕生から人類の歴史までを24時間の時計に合わせると、人類の誕生は午後の23時59分57秒くらいからです。左の図は原始生物のイメージ画像ですね。で、これも宇宙論に関したものですが、超新星爆発というものがあって、よくわかんないんですけども、宇宙のどこかで爆発が起こって新しい星が生まれるような時があります。日本でも700年くらい前に観測されました。夜が昼のようだったということですね。で、太陽のような恒星が爆発して起こるという説が有力です。ゴールドやプラチナなどが生まれるのはこの時だけです。で、地球にゴールドやプラチナがあるのは宇宙から飛んできたためです。で、超新星爆発は、要するに太陽は最終的に白色矮星という、地球がゴルフボールくらいに圧縮されたような質量密度の星になるんですが、それがちょっとしたバランスを崩して爆発するという説が有力です。ちなみに太陽は後で白色矮星になることが確実に分かってます。で、またここで銀河中心の話をしますが、これ宇宙論の人に聞いたことですけども、では銀河中心にはブラックホールが、理論上あることは分かってます。で、そこからジェットを噴出してるらしいです。これもシミュレーションから分かってるようです。で、観測したという論文は数多くありますが、見えないので本当にあるかどうかは観測できないです。ただし、理論上は、あるわけです。で、これも宇宙論のトピックから取ってきましたが、ガンマ線バーストというものがあって、今は話題、ほんのちょっと少し前までの話題だったんですけども、1日1回の頻度でどういう原理かわからないけれども、ガンマ線という宇宙の中で最高クラスのエネルギーを持った光を観測できます。夜に宇宙を眺めていれば、どこかで一瞬だけ光ってすぐ消えるのを肉眼でも観測できるくらいです。で、原理が全く不明なために最近の宇宙論の研究テーマによくなっています。で、左の画像はイメージですが、右下の画像は本物です。3日間くらい夜更かして宇宙を見ていれば肉眼で観測できるはずです。一応宇宙最高のエネルギー現象です、これは。それで少し銀河形成について話しますが、一応初期銀河の形成と同じように、まずは今の銀河も形成されてくるわけです。で、銀河中心にはブラックホールが存在すると言われているが、定かではないです。太陽のような恒星が大量に生まれると、銀河を形成するようになります。で、一つの銀河には、3000億個の恒星があります。太陽があるわけですね。で、それで、さらに銀河が1000個くらい集まって、銀河団を形成しているわけです。で、さらにその銀河団が10万個くらいあります。で、これが今住んでいる銀河で、ミルキーウェイとか天の川銀河と言われています。ここのすぐ近くに4分の1くらいのマゼラン星雲というものが、銀河があります。で、今の宇宙は延々と膨張していく。これは分かってるわけですけども、宇宙が膨張するかどうかを決めるのは宇宙光というものです。あと、宇宙光とダークエナジーというものが決める。宇宙光はダークエナジーと言われますよね。あとは、見えない物質としてダークマターが存在していると最近の宇宙論の研究によって、大体分かってきたんですけど、本当に、
見えない物質なのかどうかはよく分かってないですね。で、要するにダークエナジー、要するに宇宙光とマターのダークマターの比率によって宇宙が膨張するか、このように始まって終わるか、また小さくなって終わるかのような関係が分かります。で、まあ大体今の宇宙ではこの一番上のラインのように初め膨張してて、だんだん加速度的に膨張するようになります。で、まあ加速するとどうなるかということ、風船の上に星を3つ描いたようになって膨張していくと、だんだんその星の距離が離れていくようになっています。まあ大体相対のメトリックというものを使って書くと、現代の宇宙はこのように書き表すことができます。で、この膨張があまりにも少々大きくなっていくと、粒子と粒子が分裂するビッグクランチというものが起こるようになります。で、 CMB といって、コズミックマイクロウェーブバックグラウンドというものがあって、これが宇宙背景輻射ということなんですが、まあこのようになっています。で、宇宙の温度はまあ3ケルビン程度で、つまりマイナス270度くらいです。まあどこでも同じで、一応東方ってことなんですけども、宇宙の電波を観測したようなマップに、宇宙の電波を観測したら上のマップのようになってて、まあどこから見ても同じで、どこを見ても同じなんということが分かったんですけども、まあそこからインフレーション理論などが生まれたんですが、ただ最近は一様ではないことと非等法であることが、要するにどこから見てもやはり微量なばらつきがあるし、ある程度方向によってちょっと違うということが分かってきて、それから最近の研究が生まれて、宇宙論の研究が生まれて、初期の宇宙揺らぎがそれを形成したんだということが分かっています。で、実は自分たちが見えている宇宙というのは宇宙のごく一部でして、そのどのくらいの一部なのかということが分かるようになりました。で、この宇宙、まあ円と右に進めばまた地球に帰ってくるとか、そのようなことが分かるようになりました。で、ブラックホールの消滅問題ですが、このあたり自分が研究して博士論文になりました。まあブラックホールが最終的に消滅するってことですよね。で、まあブラックホールの消滅問題とは何かっていうことなんですけども、まあブラックホールが存在することによって時空そのものが歪んで、遠方によって時空の歪みによって粒子が生成されて、それがエネルギー放出のようになっているわけです。なのでブラックホールは消滅するんじゃないかと思われたわけですが、その遠方以外のブラックホールと遠方の間の時空の歪みがよく分かってないので、本当に消滅するかどうかはよく分からなかったわけです。しかしながら自分が、まあそういうのを解きました。で、まあセルのメンバーとも話し合って、まあブラックホールの権威のヘイワードさんという人なども話し合いました。まあセルのメンバーに引用されていたりしますね。まあなんか、そういうので博士号をもらいました。で、哲学的な話題をちょっと簡単に説明しますが、まあ観測とは何かですが、ミクロとマクロのまあ相互作用なわけです。まあ観測器はマクロな物質なんで、で、だから、で、量子がミクロなので、ミクロとマクロの相互作用なわけです。で、存在とは何かって簡単に答えると、まあ観測されなければ存在するのと同じことです。まあ実は、観測して初めて存在していると言えるんですが、観測してしまったら消えてなくなるわけです。まあそれは量子力学なわけです。まあ時間とは何か、まあ虚数の時間のようなものです。で、時空というのは時間と空間はほとんど同じようなものですね。まあ実は人間が言葉を作った時も、距離の長さを
時間の長さに、まあ、メタファーとして使ったのが、ってことは有名ではあります。で、時空とは何かですが、専門用語では多様体って言います。教書的に座標が入っています。あとは、位相空間とも呼ばれますが、回収号が入った空間のことを言います。あとは、点と点が分離されて、そういうのを、まあ、多様体というか、ハウスゼルフ空間と言います。まあ、意外とここら辺は難しいことです。なんか。で、例えば GPS で相対論が使われています。まあ、現実の世界で相対論が何に使われているかというと、GPS くらいです。で、宇宙がどうやってできたかなんですが、じゃあそのところはまだ、エリオンでも全然分かっていません。なので、研究対象になるし、実際に自分なのは研究を前してました。無からできた説、や宇宙の前に宇宙があった説などがありますが、まだよく分かっていません。あと、100年は経って分かんなかったら、人類には分かんないんじゃないかと思っています。最近になって、自分は無を扱っていたのかなとも思うようになりました。で、ダークエナジーとかダークマター、まあそういうものについて、まあちょっと言及したいと思っています。まあ自分はその研究はうさんくさいと思ってましたし、実際にダークマターは存在しなかったなどと言われています。ただよくわかってないんですよね。まあダークエナジーとは、ただ宇宙光を言い換えただけで何も新しくない。まあしかしながらちょっと前までその研究が盛んだったわけです。まあ最先端のトピックは論文が書けるという理由で、ちょっとうさんくさくてもやられる傾向にあります。まあしかしながらダークマターは理論上存在してないとおかしいので、まあ自分もダークマターの存在をまあ最近になって認めるようになりました。ダークマターとは総合作用で光を出さない物質であります。もしも存在するならば標準模型などがかなり壊れることになります。まあなぜ自分がダークマターを認めるようになっているかっていうと、まあ最近の宇宙論の研究が大きかったわけです。まあそれは。で、ブラックホールを作れるかどうかですが、前にセルンのメンバーが加速器でブラックホールを作れると言っていたんですが、あれはストリング理論によると宇宙は高次元で、そのために低いエネルギーでも、要するにブラックエナジーが低くなるわけです。それによってブラックホールを作ることができるという話でした。まあ、あれで物理学者は真っ二つに意見が割れた時がありました。まあ、自分はできない派でしたね。まあ、自分の助教授ができる派の日本のトップでして、まあ、それで結構揉めていたんですが、実は2年か3年くらい前にできてないとおかしいから、やはり自分たちのできない派が正しかったんじゃないかと思っています。まあ、この時はセルンのメンバーとも話し合ったし、ブラックホールの権威のヘイワードさんとも議論しました。まあ、ヘイワードさんは今、上海、シャン大学にいます。まあ、なぜブラックホール、自分が、まあ、これ、作れるという、いう人は、ブレーン理論というものに基づいて、作れると言っていたんですけども、まあ、宇宙は高次元ではないということは、なんで自分はそういうことを言ったのかというと、もしも宇宙が高次元ならば、大規模構造という、まあ、銀河団の構成など、動きなどが、多少高次元効果によってずれるはずなわけです。それがずれなかったので、まあ高次元効果、宇宙は高次元じゃないんじゃないかと思って、まあブラックホールは作れないんじゃないかということを言ってました。で、まあ最近のトピックでポアンカレ予想というものがあります。まあ少し前にロシア人数学者が失踪したり、このお金をもらわなかったりしたわけですが、まあ数学には100万ドルの検証問題が7つあって、それ解くと、7つの問題の1個解くと100万ドルもらえるようになってます。で、ロシア人研究者が解いたんですけど、一時的に行方不明になったりして、一時的にお金もいらないということになっていました。例えば、まあ、何ですかね。ドーナツとコーヒーカップは形としては同じということを言っているわけです。実はコーヒーカップを変形していけばドーナツの形になるわけです。で、あと四角、
ボックスと球も同じなわけです。ボックスも変形していけば球になるわけです。で、まあ、そういう形そのものを扱うのをトポロジーと言います。で、例えば x2 乗プラス y2 乗イコール r2 乗、これは円周なわけですよね。で、x2 乗プラス y2 乗プラス z2 乗イコール r2 乗、これは球面を表すです。表すわけです。じゃあ下の形はどういうのなんだという問題でした。この x2 乗プラス y2 乗プラス z2 乗プラス w2 乗イコール r2 乗、まあ球面の式に w2 乗というものをつけたんですけど、これが球面と変わらないような形をしているっていうことが確かめられました。これ実は簡単なような問題で非常に難しい問題で、ポアンカレさんが球面と同じなんじゃないかと言って根拠なく言ってたわけです。で、ドーナツ、まあ、ドーナツのことを通らすって言うんですけども、この形はドーナツとは違うということですね。まあ、ドーナツに穴が開いてるんですけども、これには開いてないってことです。で、これ100年間は解けなかった問題ですが、まあ、問題です。で、これによって何がわかるかというと、先ほど言ったように、地球から延々と、まあ、ある一定の方向に行けば、また同じ宇宙がそこに存在する。というか、一周してくるということですよ。宇宙を一周して戻ってくることができるということです。で、最近のトピックでブデーンというものがあります。まあ、ストリング理論から言うと、宇宙は10次元か11次元でして、それで今の宇宙は4次元なんですが、後の軸は丸まっているという説があります。まあ、これ、トロイダルコンパクト化ということですね。と言われてます。それで、今の宇宙をブレーン、膜にして、物質だけがブレーンに存在することにして、まあ、光とか重力だけは、ブレーンの外に行けるという理論です。まあ、ストリングにはオープンストリングとクローズドストリングというものがあって、オープンストリングが膜にひっついていて、それが物質になっているということです。それがまあ、物質と反物質になってて、でまあ、クローズドストリングはこの膜の外に行けるという理論でして、まあ、この理論から、ブラックホールがシェルの加速器によって作られるということに話もなりました。まあ、ブラックホールを作るのに必要なエネルギーがそれほど高くなくてもいいという結論になったが、それは、それは間違いなんじゃないかと思ってまして、まあ、現に、まあ、間違ったんじゃないかと思ってます。まあ、もう有名な人で、リサ・ランドールさんという人がいて、まあ、自分も一度会ったことはあります。で、まあ、広告ですが、現在は自分は沢山物理塾という私塾を経営しています。で、アマゾンで Kindle 本、まあ、電子書籍ですね。それも売っています。じゃあ、これで終わりです。